寄せようごぜ。はい、ということでね、とりあえず灰色編成でやっていけば、おすげえ顔面しとんなこいつ。なんかこいつとさ、俺あれがなんかね、プリズンブレイクのなんかがね、すごい、プリズンブレイクだっけ、プリズンスクールだっけの何かがね、すっごいね一緒になるんだけどね。まあこの2ターンキルはこれリズがねいないとなかなか厳しいんですけど、あんでこういう感じで最初のターンは森金のこのシャスティホールじゃない方、シャスティホールじゃない方をぶちかます。シャスティホールじゃない方をぶち、こんぐらい買うよね。かなり楽、リゼロキャラなんもいらない、リズがいればめっちゃ楽。え、なにこいつって、ない強いキャラ扱いなの、それともキモいキャラ扱いなの。まあここで一回動かして、あとはもう森金の攻撃をぶっ放して、足りなかったらリズの攻撃も入れるみたいな感じで、これで多分2ターンキル全然余裕なんですよね。霊障祭しようね。うん。どうみんな、今回も余裕だよ。まあリズいない人はちょっとね、めんどくさい感じになっちゃうけど、まあ 2,3 ターンキルぐらいいけんじゃないかなって僕は思ってます。ということで本日もご視聴ありがとうございました。ごめんね、あれね、適当に見てください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。明日またリゼロのキャラ動画出すので、よかったら見てください。バイバイ。